こんにちは、コネです。今日はウェカフリックとジャック・ボンセルさんの間のブルカントに来ました。ここから見えると思うんですが、ここから、カナルサンマルタまで、続いていて、だいたい400人ぐらいのお店があるそうです。ちょっと暑いので、全部見て回れるかどうかわからないんですが、楽しんで来ようと思ってます。それじゃあ行ってきます。Il y a combien de châteaux ? €5. Vas-y, montre. 5 €? Tiens, c'est pas mal du tout. Hein ? Non. Hein ? C'est pas mal du tout. J'avais pour la pharmacie. Ah, merci. Ça pour moi. Ça se voit pas qu'il est trop grand, non ? Oh ! T'es sûr ? Oh ! On l'achète pas ? Ah, regarde. Voilà. Non. C'est pas joli, non ? Ok, bah tu prends ça. Tu aimes ça ? C'est pas mal. C'est mauvais. C'est un bar. Ah, d'accord. Ok. D'accord. Thank you.
c'est quoi hein? Oui, ça représente des états d'esprit pour aller. Il y a trop chaud. On va. On va. Quelle manufacture à cet intérieur? C'est comment elle s'appelle? On dit quoi? Non. Toi? Ça? Ah, bon, c'est ça. C'est un peu plus. Pas pour papier? Non. C'est un ouvre-bouteille. Ah, ok. Ah, d'accord. C'est par essayer de sécurité. Ah, ouais, il a quelques petites égrenures. Hein. これを買おうかと思ってるんですが、ちょっとだけ、どこだっけ、ここ、かけてるけど、これで3ユーロ。
で全部で15ユーロって言われたんですが、それぞれ少しずつかけ焼き火があるのでこれだけ買っていこうかなと思ってます。Comme ça, ça fait. Merci, madame. Merci bien. パンと。
C'est cher, hein. Check. こんにちは、ポネです。今回行ったのはレパブリックと、前回にもご紹介した、ジャック・ボンセールさんの間で開催されたビットグルニエでした。今回は、夫と一緒に行ったんですが、もうとっても暑い一日で、最近のパリも真夏日が続いています。あの日も27度ということだったんですが、体感的にはもう30度を超えてるんじゃないかって思うぐらいにとっても暑い日でした。予定では400ぐらいのお店が出るということになってたんですが、多分暑さのせいだと思うんですが、本当にまばらでした。太陽の光の下を歩いてると肌がもう痛い感じ
じで日が当たるところのお店の方々は皆さん日陰に避難しているような状態でした、ということで今回の私の動画はそのヴィットグルニエとあと、その数日後にあったベッドドゥラミュージックといって年に一度の音楽のお祭り、夫と一緒にゴンクールの駅からシャトレの駅までを歩いて見たお散歩の映像です。そしてこのアンティークの通りかご、これはある方からいただき物なんですが、それをいただきに行った時の様子も一緒にまとめてみました。今回行ったのはブロカント、プロの方のブロカントではなくて、ほとんどが一般の方のビットグルニエ、フリーマーケットのようなものなんですが、そちらに行きました。このビットグルニエは本当にお安いものが見つかります。それか全く欲しいものが見つからないかのどちらかになることが多いです。なのでちょっと宝探しのような気分で楽しめます。そして今回買ったのはまずこれです。私の動画をご覧いただいている方の記憶にはあるかと思うんですが、前々回の10周のブロカントでここに傷がたくさん入っているのを見つけて買うのを一旦諦めました。そしてその次の、それは10周ではなくて次のシャロンヌのブロカントでもやはりこれを売っているお店を見つけたんですが、賭けがあったのにもかかわらず、その時は15ユーロでした。それでちょっとお値段的に私は納得できなかったので、一度諦めたものと同じお皿です。今回のこのアグレストシリーズの楕円形のお皿、大きい四角のお皿と丸いお皿が 4,5 枚あったんですが、それとこれとで合わせて全部で15ユーロでいいよと言われたんですが、丸いお皿の方はどれもが全てちょっとひびがあったり欠けがあったりしてたのと、大きいお皿にも欠けがありました。そしてこれもちょっと少しだけ欠けがあったんですが、まああまり目立たないかなと思って、これで3ユーロだったらありかなと思って買ってきました。そして今回のビットグルニエで買ったもう一つがこの鳥のオブジェです。木製でできていて4ユーロでした。この形といい、そしてこの紫の色といい、なんかちょっとナスみたいじゃないですか。後ろ姿も可愛いかな。でこれを買っている時の映像が残念ながらありません。その時の気温が高すぎてカメラにトラブルがあってうまく撮れてませんでした。ちょっとそれが残念です、ごめんなさい。今回一緒に行ってくれた夫なんですが、かなり早い時間に、ビットグルニエを離脱してカフェに行ってしまった反省からなのか、その翌々日に年に1回、パリで開催されているフェット・ドゥ・ラ・ミュージックというのがあるんですが、音楽祭ですねというのがあるんですが、じゃあそこへ一緒にお散歩に行ってもいいぞという提案がありました。今回一緒に行ったそのフェットドラミュージックなんですが、私の記憶だと昔はもっと一般の方がたくさんいろいろなところでギターを弾いたり歌を歌ったりダンスをしたりしてた記憶があるんですが、もっと盛り上がってた感じがするんですがな、コロナが続いていたりとかなので少
少しずつこう規模が縮小してしまったような感じがして、それは少し残念でした。でもやっぱりあのみんなで外に出て音楽を楽しむ雰囲気はとっても楽しかったです。いただいた鳥かごの中にはこんな風に小さなアイビーと、あと近所の林から拾ってきた松ぼっくりや木の枝を入れてみました。この場所はテラスのガーデニング用の用品を入れるこの棚があって、その上に何か置きたかったんですが、ここはほとんど日が当たらなくてどうしようか迷ってたんですね。なのでこのアンティークの鳥かごはそこに、ここにちょうどいいかなと思いました。本当はシダ系だともっといいかなと思ったんですが、ちょうどいい大きさのシダの鉢が見つからなかったので、今回はアイビーにしてみました。テラスの端なので風が吹いたりしてしまうと怖いので、中に拾ってきた石をたくさん入れて重しの代わりにしてます。また次の動画も楽しみに待っていてくださいね。Je peux garder cette chemise, non ? Oui, oui.